こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キラーファンタジー始めていきましょう。今日も一日頑張るぞ。一緒に頑張りましょうね。有識か。しっかり練習すれば不安も吹っ飛びますよ。案外難しいですね。詩を書くのって。おはよう。爽やかな朝ね。言っただろ。いい感じよ。終わっ、よくできました。戻りました。いい感じよ。任せて、行ってくるわ。出発です。楽しみですね。当然。何があるのかワクワクするね。すみません、助かりました。すごいです。尊敬です。天才です。憧れます。さて、前回の続きですね。夏のイベントのシナリオクエスト後編ですね。お腹すいたな。スマーナイトレディオ、みんな誘ってどこか行く。なんだよ、はしゃぐよ。たまには夏のリゾート。頑張って、皆様のお力にな。な、これはカットされるのか。かよ。だよね。すごい。怪しい。うんうん。どこからお金は来てるのか。だよね。まさか。おーい。うんうん、そうね。嬉しそう。ふむふむ。やった。すっごいな、このセミの音。なんで夏ってセミなんだろう。私に任せちゃい。気合を入れて、いざ。これを使えばいいのよ。容赦はしませんよ。これでいい。ほら、しっかりして。
負けない。攻撃は最大の防御。当然の結果。なんで来たんだろう、この水着。はなんと頑張って皆様のお力になり、いいっすね。方がいやひひひ広いな、やっぱりおひひひひひえへうひひなんでだよ。お、いや、そう、マジでか。は、いや、あ、ん、ちょっと厳しいんだな、このシーン。何が来てもへっちゃらない。ここまでです。強いとこ倒しとく。ほら、しっかりして。この間にどうかな、聞いたかな。しつこいよ、あっち行け。さあ、今のうちに。大活躍ですね、ランプ。このしょうがないにゃ。うっ、あ、そうか、ね、このヒーラー中心じゃなかった。占ってあげる。行くよ、行ってみよう。みんなもお願い。はるかは私が守る。うわたぶん倒すだろうし、それならこっちの負けない方が攻撃は最大の防御だ。勝って兜の尾を締めよう。いいね。なんで来たんだろう、この水着。はずー。ついてっていいですか。
でもさ。お、まさか。あの、エロい。ところで、うわ、これこのシーンすごすぎる。それは、そうですね。本当？うん。食べるキャラってなんかすごい魅力的だよな。かよ、怒りますよ。めぐみ。そっちのめぐみじゃない。マジかよ。まったく。でも。かえのみ。もう。ということで、トロピカルな気分を皆さん楽しんでます。おや、どうしたんだろう。なんだよ。まったく。さあ。そうね。先輩らしいところ見せないと。聞いたかな。外周一色。踏ん張りどころだな。踏ん張りどころ。この能力持ってるあの人間は本当にパーティーに入れるべき。守りもしっかりしなきゃ。怪盗ランマを立つ。集中攻撃だ。いやいや、使おうよ。どうかな？それでもいいから。聞いたかな？ここは、スリルがありますね。シノだ。私から行きます。あ、やっちゃうよね。勝ててよかったです。これ、星4なんだよな、確かシノ。ちょっと星4の中よ、格上に強すぎます。日焼けか。お風呂入るの怖いな。呪術。A チャンネル、なぎ。準備万端。おー、いいな。ボイッシュ。マジかよ。
次女ぼえ多分なるほどそれならあかわいいマジかよえ違うってそやななんでよしよしちょっ持ってる。ボス戦？これ。あ、ボス戦だ。は抜かない。へえ、どうしよう。確かに。お願い。あ、違う。これコルクにかけた方が良かったか。一気に行く。コルク便利ですよね。こういうとこが便利。相手の攻撃の線を削ぎます。まだまだ。へえ、どっちがいいだろう。やっぱりこっちだよな。物理攻撃一点ターン、ショーダウン。遅いぞ、こっちだ。自信回復持ってんだよな。チョコル回復しときましょう。健康一滴。中ダメしかない。自信回復。ちょっと自分がやり始めてるよ。あのちょっとチェンジする人が最強の星音がいるからな。ここか。少ないボス戦です。これを使うことになるとは。ちょ自身もリカバリー、あ、圧のリカバリーが切れてる。敵を知り己を知れば百戦危うからず。アフターヌーン、了解した。まずは最高を取り寄せ、必要なものは内緒と T セット、シャバとケーキスタンド、キお菓子と刺激、準備あとは提供するだけ。これはどうしたのか。あ、回復してくれるんだ。ここか。無限回路。これはあ、やばい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 、ちょっとやばい。こっち。今は我慢の時だね。これで決める。アフターヌーン、了解した。13,000。あんまり回復しない。自身しか回復しないんじゃないのこれ。勘違いしてるけど。守りもしっかりしなきゃ。もういいや、最強の星を呼ぼう。受けてください。まだまだ。あ、やばいやばい、コルクやばい。結構微妙にやばいな。私たちで頑張ろう。せーの、いきまーす。結構強いラスボスです。攻撃力も高いし。防御力も上がる。私から行きます。やりましたね。お疲れ様でした。やったー。正義。イエーイ。
日焼けか。え？お風呂入るの。そして台本いなくなったか。よし。ん？クリング。はい、うわ。ちょ。よし。ヘディング？やったー！ビーチバレーじゃないかな。え？これは無理だろう。え？応援してるのか。よっしゃー！そっか。うんうん。あのさ。フラグ？本当にね、俺も フラグ、うんうん、フラグ立ちうすぎだろ。ねえねえ気がする。そうだな。わーい。何よ。本当やね。フラグじゃなかった。これは正解で。帰りたいって言っても帰れないんだ。どこにもない遊園地？消えた。ミステリー。6人。本当？お、まだ後編があるんだ。誰が来るんだろうな、後編は。レディオ。サマーナイトレディオのシナリオクエスト全クリア。収集クエスト解放。準備はいい？さっさと行くぞ。どうしようかな、今20分超えてますからね。大人の階段登っちゃったかな。メインクエストのこの封印されし女神をやろう。さあ基本的バトルはないはず。さようなら。何を空様考えてんのかな。ただのアルシール。お？付けされそう。元冒険者？武器屋。近い。近いよ、近い。上級国民。
上級国民どこの話じゃないよな、アルシーブは。モデル。ああ、そっか、そういうことか。召喚されたんだ、キララに。モデルの仕事やったんだ。最初に呼んだもんな。誰？死にそう。アルシーブ使用フラグ。それは2分の1って言ってもこれ消費しないんだ、スタミナを。グラスにサングラス？うるさいですね。金髪に、金髪か。金色モザイクあたり？うん。確かに。現在はスパルタ。
本当？偉そう。どうぞごゆっくり。確かに。つまり原神でもメインクエスト進めてます。あの原神バージョン 2.0 で稲妻という、ね、新しい、ね、地域って言っていいのか国家って言っていいのかな、ね、そちらが加わってます。うん、怪しい、怪しすぎるだろこれ、バレバレだろ。あとお、これ戦いするんか。ないち、あれ？ごめんなさい。なんで相性悪いんだろう。お世話しましょうね。バグ。行くよ。あ、そうか。土属性だ。厳しいわね。なので攻撃をまともに通っちゃいます。先に倒しときましょう。タオルがこんなのどうってことないわ。本当にね。こんなことでよければ。厳しいわね。厳しいわね。これも温泉の効能ね。温泉娘。どうぞ皆さん私を盾に。モーリーあげよう。タオルが。舐めないで。私の全力を絞り出します。いくよ。こうなったらチアパワーでいこう。じゃあ、お守りを強化してくれますね。言うの。さあボス戦かな。これボス、ボスってほどボス戦ではないけど、みんなと一緒ならできるよ。どんどん行きましょう。応援の力はすごいんです。厳しいわね。温泉に浸かる前に綺麗にしましょう。あなたら綺麗にしましょうね。洗い残しはないかしら。いい湯加減。うん、染み渡るわね。乗せちゃったかしら。どうしよう。何もしてないけどまあいいか。
うぞ皆さん私を盾に。見てるか、ようやく一体倒した。ちょっと交代しよう。こいつ一体ずつやっちゃいます。アイディアが降りてきたぞ。厳しいわね。強い。リアルで厳しい。来た。アイディアが降りてきたぞ。当然だな。40分近く経ってるんだ。ゆるキャン。マエル？いや、ぶつかった。謝れ。何？今の。お化けなのか？あ、例の不審者。強いからな。誰？どうなる？お化け？うん。なんでしょうね。結構これ、人進化の誓いも長いようですね。助かっちゃった。ね、アマーさんの従業員にならない？なんてね。軽くやるもんじゃなかった。おはよう。用件は？今のおすすめ。214。さあ何にレイディを使うか。ユミベベが1、ユミクイメリーかな。交渉成立。ちょっとこれ強化に使いましょう。
限界突破しましょう。うらら使うかな。夢に近づけたのよね。フル装備か。進化できるんじゃないの。レベル上げないと強化できない。これで進化です。私結構負けず嫌いなんです。行きましょう。みんなと一緒に行きましょう。うん、次はスペシャルなんとかっていうパフェにしようかな。メニューいっぱいあったし全部食べてみたいね。そうね。じゃあ占い頑張らなきゃいけないわね。なんで？だってパフェもただってわけじゃないから、お仕事してお金稼がなきゃ。あ、そっか。エトワリアでもお客さんにいっぱい来てもらえるように頑張らないと。ええ、そうと決まったら一緒に占いの勉強をしましょう。一人前のうららになるためには。くん、ごめん、この後はちょっと。シオ、何か用事があるの？用事っていうか。ねえシア、ちゃんと言ってくれないとわからないわ。フルボイスだから。そのもしかして私と勉強するのが嫌とか。私にニノ先生みたいな包容力がないから。それとも椿先生みたいにもっと適当に。落ち着いて、コウン。そういうことじゃないよ。なんでちゃんと言ってくれないの？とにかく、この後勉強はできないの。何があったんだろう。シア、どうしたのかしら。様子がおかしい。前はいつも一緒に勉強してたのに。もしかしてシアが不良に。エトワリアで勉強なんてしない。私は山で目いっぱい遊ぶな。そんなのダメ。私が何とかしないと。でもどこに行ったかわからないし。こうなったら木もカイカイお招きします。こっくりこっくりおいでませ。この身を差し出す身代わりにどうか答えてくださいな。おー、会いたかったぞ。なんじゃ、今日は小娘一人だけではないか。何の用じゃ。シアに会えるのならわらわはもう。待って、おキツネ様。そのチアのことで聞きたいことがあるのよ。チアがいる場所を探してほしいの。どこか行っちゃって。なんじゃ、あんなにいつも一緒にいるというのに聞いておらんのか。それは聞いたんだけど、チアが教えてくれなくて。はあ、さては喧嘩か。珍しいこともあるもんじゃな。喧嘩じゃないもの。泣くな泣くな。まった
くん。仕方ない。ま、わらわもチアに会いたいからな。見えたぞ。チアはあっちの方角におるな。あっち。わかったわ。ありがとう、お狐様。この方角は町の外だよね。チアはなんで町の外に？ん？コンじゃないか。誰か探しているのか？あ、作隊長、チアを見ませんでしたか？チア？いや、見てないな。何かあったのか？その、実は、チアが不良になってしまったんです。不良に、だと？もう出すのはお腹だけじゃないっていうか、いっそ全部脱いちゃうって感じ。フルキャスト。ハレンチだ。え、何がですか？早く誤解を解かないと、めんどくさいことになりそうじゃな。ゴーン。なるほど、そんなことがあったのか。何を考えていたんですか？案外一番ハレンチなのはこやつかもしれんな。そんなことよりチアのことだ。座学は苦手とニナから聞いていたが、それでも今までは一緒に勉強していたんだろう？はい、でも理由を聞いてもチアは何も言ってくれなくて。反抗期かな、うん、私もその時ちょっと言い過ぎてしまったかもしれません。シアのこと傷つけちゃったんじゃ。気に病んでいるようだな。無理もないか。普段あんなに仲がいいんだから余計にだろうな。確かに。よし、私も一緒にチアを探そう。え、いいんですか？ああ、お前たちが困ってるんだ。こういう時こそ私を頼ってくれ。優しい。はい、ありがとうございます。話し合いは終わったかの？なら早速チアを追うぞ。ええ、お願い、お狐様。石が20。お、300行きましたね。次の条件はキャラクターをレベル100にする必要があります。ありがとうです。とても助かりました。さらに40。いいですね。朝は鍵の手入れをして、あとは色々召喚ありますね。ん？行ってみましょう。まあこれは、は、次回も頑張ります。またいつも来てくださいね。星の確定チケットがある。朝は鍵の手入れをして、あとはこの微妙に一枚足りないってオチなんだろうな。行ってみましょう。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。どうか別のとこで見つかって、おはようございます。今日も頑張りましょう。見つかってくれないといけないっていうとこか。
これ紛らわしいなと思った。星が 100% やん。やりましょう。行ってみましょう。何が来るでしょう。これはひょっとするかもです。ひょっとするも 100% だからな。誰？お、ニューゲームのもみじ。イーグルジャンプの望月もみじです。青葉さんの後輩。後輩だったな。なんですが、いつまでも後輩として後ろにいるつもりはありません。結構負けられない戦いがあるんです。すごかったです。次回も頑張ります。朝は鍵の手入れをして、あとは行くか。このナズナ、新たな出会いを。星4ですか。です。朝は鍵の手入れをして、あとは気持ちのいい朝だな。5つあるんですね、専用武器が。ミオリアライズが3足りない。アイテムはこのエタリウムが1個足りないですね。こちら武器は足りるけど、メモリアソングが全然足りない。何としてもこの満たす必要があります。ん？なんだろう。お、こんなあるんだ。強いな。クリティカル率を一定ダウン、中ダウン、行動速度をダウン、行動速度をダウンは強い。鍛錬ってスキルアップパウダーがないと鍛錬できないんですね。ソーダユーのスキルは結構強力かもしれません。アルケミストか。やー、来た、えがいがあったぜ。素材はどうする？戦士、まあいろいろありますが、これをこうして高いのかな。出来上がり。まあ何かその他の合成使うので、これを使うのはあんまり良くない。はい、ということで今回かなり何を鍛えるんだ。厳
気がつけば長くなっちゃいましたね。1時間以上。はい、というわけで、ここまでとしたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。キララファンタジアのプレイリスト説明欄にアドレス記載します。ぜひご覧ください。またブログ、ツイッターやっております。こちらも説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ということで、キララファンタジア遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。